あら、あんたたちがオレグさんの客？ゲーテレストランへようこそ。あ、上層部の立派なゲーテホテルを見たのね。嫌な思い出が蘇ってきた。あそこはレストランの支店よ。数百年前、ゲーテ家の先祖が何の元でもなしに事業を起こしたの。自分はいつか成功するって信じながらね。で、その夢はやがて叶い、地上にも支店を開いたってわけ。夢を叶えるために努力したんだ。なんだかうちらも頑張らなきゃってなるね。オレグさんからはよくもてなしてくれって言われてるわ。はい、ルームキーよ。一番くつろげる部屋を用意したからゆっくりしていって。ねね、どうする？もう寝る？それとも周りを歩いてみる？やっと一休みできそうだね。今度こそ無事に朝を迎えられますように。あのオレグっておじさん、誠実そうな人だったよね。二人はどう思った？へえ、まるで炭鉱みたいに話すんだね。俺は関係がないだろ。俺の思うに警戒は怠らない方がいい。うん、炭鉱の言う通りだね。この前もホテルで裏切られたばかりだし。ならば今夜の見張りを決めるとしよう。見張り？そんな前時代的なことやるの？あれってファンタジー小説の冒険団がやるようなことでしょ？急に眠気が。お前も疲れているだろう。無理はするな。俺がやる。私にやらせて。ブローニャ、オレグさんとの話は終わったの？意地悪なことをされてないよね。大丈夫。でも話がうまく噛み合わなくて納得できない部分もあった。一度に大量の情報が頭に流れ込んできたから今夜は眠れそうにないの。もし私のことを信頼してくれるのなら見張りは任せて。信頼してないわけじゃないけど、ブローニャを一人にするのが心配で。だってシルバーメインの一員だし、うちらよりトラブルに巻き込まれる可能性が高いでしょ。確かにその可能性はあると思う。シルバーメインはここの人たちに苦痛をもたらしてきたから、もし誰かがカカリア様を止めていてその結果を教えていたなら。いや、今さらこんなことを言っても意味はない。心配しないで。遅延のオレグは身の安全を保証すると約束した。彼のような人物ならきっと約束を守ると思う。だからあなたたちは早く休んで。
あの子を失ってしまった。私の願望も貴様らが言う計画も何の意味がある。黙りなさい。私の娘だったのに、たった一人の魂のない貴様らに何がわかる。永遠にわからないわ。永遠に。またあの声が聞こえる。不気味な夢だ。もう眠れそうにない。散歩にでも行くか。そこにいるのは誰？なんだ、あなただったの。次は後ろから近づかないで。私が武器を持ってたら怪我を負わせていた。あなたも眠れないの？私も同じ。自分ではどうにもできない感じがすごく嫌。今は誰もいないし、この機会に一つ聞いてもいい？もし性格を見つけることができたら、確実に寒波を止められるの？そんなに自信あるんだ。逆に不安になってきた。子供が雪だるまを作るみたいに簡単なことじゃないと思うけど、本当はあなたたちの言葉をそう簡単に信じられそうにないの。ベロブルグで生きる人にとって
あまりにも想像ができない話だったから。カカリア様の命令こそ、つまりあなたたちを捕らえろという命令こそが私にとって合理的なものだった。でもカカリア様は最初そういった命令を下していなかったのも事実。きっとあなたたちの中に何かを見てしまったんだと思う。私には見えていない何かを。このことが私を悩ませている。何があったのかはわからないし、急に態度を変えた理由も不明。でも命令は命令、軍人は命令を疑ってはいけない。言われなくてもわかっている。過去に何度も自分を疑ってきた。ただ最終的にいつも責任感の方が勝ってしまうの。これまで上層部の兵士たちが前線で何人も命を落としてきた。それでも劣化の広がりは一向に止まらない。カカリア様は全てのシルバーメインを前線に移動させた。上と下を往来する道を封鎖し、供給と地髄の交換を行う道だけを残した。そして私もその決定を受け入れた。まさかシルバーメインを失った下層部がこれほどまでに苛烈な環境になるなんて。お母様の判断は間違っていたのかもしれない。でも私ではあの方の考えを変えることができないの。過去に進言もしたけど聞き入れてもらえなかった。もうどうしたらいいのか私にはわからない。私と一緒に守護者様を説得する気？でもお母様はそう簡単に考えを変える方じゃない。それは私が誰よりも知っている。考えれば考えるほど迷走してしまう。進むべき道がわからなくなるの。私はただベロブルグの民に良い暮らしを送らせてあげたいだけなのに。あなたの言う通りかもしれない。私ももう少し考えてみる。ねえ、散歩に付き合ってくれる？下層部を歩いてみたいの。今はしばらくこの悩みを忘れたい。こうやって歩くのはいつぶりだろう。まさか知り合って間もない人と慣れない街を歩くことになるなんて。ここは静かすぎて少し落ち着かない。周りが静かだと頭の中の騒音が大きい。大航空の流浪者たちが罪のない採掘者たちを襲ったのもきっとやむを得ず仕方のないことだったんだと思う。ただ理由はどうあれ、悪事に手を染めたことは事実。こんな複雑に絡み合った状況の中で秩序を守る者はどう公正と条理の天秤を守れば。手持ちの物資はどれくらい持ちそう？今のはゼーレの声。見に行きましょう。分かった、リベットタウンまで行って物資を取ってくる。でも一人じゃ危ないわ。オレグに行って誰か人をよこしてもらったら。おじさんたちだって何日も寝てないんだし休ませてあげないと。それに無理してついてこられても足手まといになる。あんたも言ったでしょ、ひどい怪我を負った興奮がいるって。今は一刻を争う事態だから。なんで休んでないの？てかこんな時間に何してんのよ。まさかやましいことでも企んでるんじゃないでしょうね。眠れないから散歩していただけ。
証拠もないのに決めつけるのはやめてくれる？あっそ、じゃああっちに行って。待ってゼル、この人たちなら君の力になってくれるかもしれない。そう、前々から主人公オーラを感じていたのはそれが理由だったのかしらね。実は前の航空事件で負傷者がたくさん出てしまったの。それで診療所は常に満員状態。君たちが騒ぎを収めた後から私とゼーレは負傷者の治療にかかりっきりなのよ。君たちも知っての通り、地下の資源は豊富じゃない。そして診療所の医療物資も残りわずかだから、どこかで調達しないといけないの。まだあいつのことが分かってないの？重要なことほどあいつを頼っちゃダメ。コークに流浪者が増えたのも劣界が地下にまで広がったのが原因よ。あちこちうろついてるモンスターどものせいでどの町も被害を受けてる。生きるために必要な設備も劣界に飲まれてしまった。その中から何かを取り出そうとすれば命を落とす危険だってあるんだから。興奮しすぎよゼーレ、体に良くないわ。私もゼーレもこの町で育ったわけじゃないの。北にある工業の町から来たのよ。今は町の中心部がほぼ劣化に侵食されているわ。もともとはそこで孤児院兼診療所をやっていたんだけど、侵食が発生して仕方なくこのボルダータウンにやってきたってわけ。より多くの人を治療するには自分が生きていなきゃいけないでしょ。つまり侵食された町から使えそうな物資を集めればいいってこと？それなら私にも手伝わせて。あなたも一緒に来るの？疲れてるみたいだけど。待ちなさいよ、許可した覚えはないわ。人命に関わることなら人手が大いに越したことはないと思うけど、私も劣界には入ったことがあるし、きっと役に立つと思う。ふん、じゃあ足手まといにならないでよ。ゼーレは拒んでいないわ。君たちの動向を認めたようね。大勢で行ってくれるのなら私も安心できる。じゃあ必要な物資をリストアップしてあげるから待ってて。行き先はリベットタウンよ。北の参道に沿って行けばすぐ見えてくるわ。まずはそうね、骨を固定する鋼板と包帯が切れそうなの。リベットタウンの中心部に市場があるんだけど、住民たちが避難するときまだ品物が積んであったわ。そこを探してみるといいわね。次は医療用アルコールこれは孤児院にたくさんあるわ。子供たちがしょっちゅう喧嘩してたからね。避難するときにそのままにしてきたから探してみて。ただ期限が切れてないといいけど。最後は鎮痛剤、古い実験室に在庫があるはずよ。懸念点はモンスターに破壊されていないかどうかね。これらがあればひとまず十分だわ。ただくれぐれも気をつけて、無理はしないように。鋼板と包帯、医療用アルコールに鎮痛剤ね。覚えたわ、任せて。夕方までには帰ってこられるようにしましょう。怪我人たちの治療が終われば、やっと私も患者たちの悲鳴地獄から解放されるわ。私たちがここに来てなかったら本当に一人で劣界に入るつもりだったの？そうだけど。何よ大げさね、とっくに慣れてるから平気よ。あまりに無謀。シルバーメインの軍機では劣界の調査は4人1組で行うことになってる。その上専門の通信官を同行させる必要もある。はあ？
何言ってるの？今あんたも言ったじゃない、それはシルバーメインの軍旗なんでしょ。それを私に押し付けないでちょうだい。大丈夫だ、心配するな。着いたわ。ここがリベットタウンよ。懐かしいわね。行きましょう。足元に気をつけて。ここに来るのは久々なの。きっとまたモンスターが増えてると思うわ。ここじゃ何も見えないわね。もっと高いところを探してみましょう。あの丘の上にある建物がナターシャが管理していた孤児院よ。オレグさんが私を拾った後あそこに送ったの。幼少期の半分は孤児院で過ごしたわ。ナターシャの話ではどこぞの富豪がお金を出して建てたそうよ。何はともあれきっといい人なんでしょうね。子供の頃は何の心配もなく過ごしてきた。今思い返すと懐かしいわね。どうしたのよ、さっきからずっと黙ってるけど。いえ、ただどこかで見たことあるような気がして。何でもないから気にしないで。変なやつ。下を見て、屋台がごちゃごちゃ並んでるのが見える？あれがリベットタウンの市場よ。ナターシャが求めるものもあそこにあるはずだわ。モンスターに気をつけて進みましょう。気をつけて、敵よ。見たところ流浪者ではなさそうね。あれは素人扱いしないで。
列海のモンスターについては詳しいから問題ない。準備が整い次第仕掛けよ。これはレストラン。ええ、それも町で一番の人気店だったわ。いい子にしてるとナタがここに連れてきてご馳走してくれるの。あなたも来たことがあるの？私がいい子に見える？そんなこと一度もなかったわよ。設備よく整備がされている。長い間放置されていたようには見えない。そういえばそうね。まさかまだ人が住んでるとか。そんなことありえるのかしら。あっちに箱がたくさんあるわね。探している物資かもしれない。どうして全部空っぽなの？モンスターって箱の中身を物色したりするのかしら。列海の生き物は人類の物資を必要としない。仮に奪うとしてもこんな丁寧に持っていかないと思う。ってことは誰かに先を越されたってこと？多分そう。それにほら、地面に足跡らしきものが残ってる。土の匂いが真新しい。ここを離れたばかりのようね。行くわよ。この市場を丸ごとひっくり返してでも物資を手に入れないと。エリック？このガキンチョ、どうして一人でこんなところに来たのよ。ここがどんだけ危険な場所か分かってる？ゼーレ、別に俺がどこにいようが関係ないだろ。俺は行きたいところに行く。ほっといてくれよ。物資をどこにやったの？なかなかやるじゃない。でも私たちがここのモンスターを倒してなかったらどうする気だったのかしら。ただ隠れてずっとビクビクしているつもりだったの？余計なお世話だ。逃げようと思えばすぐ逃げられたし、大人の助けなんかいらねえから。まったく口の減らないやつね。じゃあ教えてくれる？モンスターたちを前にしてこの鉱山をどうやって運ぶつもりだったの？それはどうにかなるかなって。そんな丁寧に話さなくてもいいわよ。こいつは有名なコソ泥なんだから。私の記憶が正しければ今着てる服も他のガキから盗んだものよね。それは言いなさい。後半と包帯で何をするつもりだったの？こっちは人の命がかかってるのよ。200は200シールド。私の聞き間違いじゃないわよね。この状況で交渉するわけ？私も任務に出るときはいつもお財布を置いてくるから。本気で渡すつもり？言ったでしょ？こいつはコスト泥で、これもいつものやり口なのよ。違う！今回は違うんだ！お金が必要なのは親父が。また親父を言い訳にするのね。おじさんが知ったらあんた大変なことになるわよ。ゼーレ、もうやめてあげて。エリックっていうのよね。
これを持って行って。これはこれは勲章、剣奏者が授けてくれたもの。真ん中にある青い石が見える？これは最高純度の地髄結晶なの。家族のためにお金が必要なんでしょ。目利きができる人に売れば一目でその価値を分かってくれるはず。ありがとう姉ちゃん。俺でも一つだけ約束して。今後絶対に物を盗んだりしないことできる？わかった。俺絶対もう盗んだりしない。じゃあ指切り、嘘ついたらシルバーメインが捕まえに来るよ。落とさないようしっかり持って町に帰って。途中の邪魔者はお姉ちゃんたちが片付けたから。 ありがとう名前の知らない姉ちゃん。ここにあるもの全部姉ちゃんたちにやるよ。そのあんたたちも気をつけてな。なんか高いところの建物にすごく恐ろしいやつがいるらしいからさ。あ、そうだ、一番前の道は塞がれてるんだ。この先に進むなら商店街を迂回した方がいいぜ。わかった、ありがとう。あれ、結構大事なものだったんじゃないの？あんな簡単にエリックにあげちゃって大丈夫？あの子が改心するならあれくらい大したことない。もし改心しなかったら？幼い頃お母様に教えられたの。人々の心にある善意を守れって。たとえ自分がかすかな光に過ぎなくとも他の人を照らす努力をすべきだと。ゼレ、私はきっかけを与えただけ。他の人があの子に与えられなかったものをね。何を言ってるんだかさっぱりね。ほら行くわよ。エリックが言ってたわよね、この先は商店街を迂回した方がいいって。確かこっちだったはずよ。この道で間違いない。ここを通れば孤児院に着くわ。ここのお店と看板見覚えがある。一体いつ。
ここを上がれば孤児院の入り口よ。どうなってるかしら。もしかしたら懐かしいものを見入れるかもしれないわね。この階段随分と狭くなった気がする。もうすぐで着くわよ。思ったより綺麗に保たれてるみたいね。あの時もみんなで列階に抗っていたら。着いたわ。ここよ。あれからかなり経ったのに全然変わってないわね。そこに雑用品が積んであるわ。ナタが言ってたアルコールがないか探してみましょう。ちょっと勝手に歩き回らない。何年も前からここに置いてあるんでしょ。使って大丈夫なの？下層部の人間が使用期限を気にすると思う？使えるものがあることに感謝しないと。あれ、ない。どこにもない。どういうこと？全部空じゃない。一体誰が。気をつけて、後ろに敵が。禁止区域でしかこんなの見たことない。相手が誰であろうと背後から襲うような奴には容赦しないんだから。警戒しよう。何年も前からここに置いてあるんでしょ。使って大丈夫なの？警戒しよう。期待しちゃってます？お客様は神様。神様を裏切れというのなら追加料金です。警戒しよう。これはどうでしょう。こいつ。助かった。残しようがないわね。重傷ね。まだまだだな。お前の番だ。僕、友情を重んじるタイプなんで。
これはどうでしょう。痛くないでしょ。助かった。間に合ったよね。ほんの気持ちよ。気にしないで。期待しちゃってます。お客様は神様。神様を裏切れというのなら追加料金です。ああ、ルールは破るためにある。言うことを聞かないのは悪い子よ。借りができましたね。この機会を逃すな。お前の番だ。えい、いや。お注射の時間よ。薬を飲みましょう。間に合ったよね。ほんの気持ちよ。気にしないで。所詮雑魚は雑魚ね。な、私一人でもやっつけられたわよ。まあでも一緒に戦えてそれなりに楽しめたわ。これで危険は排除できたわね。次は中を探してみましょう。確かあっちの隅っこに在庫を置いてたはずよ。小さい頃しょっちゅう外で騒いで怪我をしてたから覚えてるわ。さっきのやつに壊されてないといいけど。幻覚じゃない。は？急に何言ってんの。この建物も子供たちの遊具も見たことがある。どういうこと？十数年前に封鎖されて以来シルバーメインだって降りてきてないのに、あんたみたいなお嬢様がどうして。待って、まさかそれよりも前に。ええ、その可能性はあるかと。私の記憶があやふやなのもそれが原因なんだと思う。行こう。もう少し周囲を確認させて。これはブローチ？ナターシャがよく子供たちに手芸を教えてるのよ。これもその時に誰かが作ったんでしょうね。どうして私に？勲章をエリックにあげちゃったじゃない。それほど価値があるものじゃないけど代わりにはなるかなって。でも誰かが一生懸命作ったものなんでしょ？勝手に持っていくのは。頭の硬いやつね。つべこべ言わず受け取りなさいよ。
探してないのはここだけね。私の記憶が間違ってなければいいけど。あ、これよ、見つけたわ。よかった、ほとんど無傷ね。ナタもきっとびっくりするわ、これほどいい状態のものが見つかるなんて。でもアルコールの使用期限はやっぱり確認した方がいいと思う。もし期限が切れてたら効果も落ちるだろうから。それもそうね。これ何かしら。これは私が小さい頃に持っていたもの。あんたの小さい頃？それって間違いないの？ええ、やっと思い出した。私は昔ここに住んでいた。喧騒車に連れて行かれ、カカリア様に引き取られるまでここに住んでいたの。私は仮想部の人間だったんだ。あんたが仮想部の人間？それよりもカカリアって、あんたあの大守護者の養子なの？じゃあ。そう、私は喧騒者によって定められた継承者。将来ベロブルグを率いる守護者になる存在。おお。でもどうして今まで思い出せなかったの？小さい頃の記憶がはっきりとしない。いや、お母様は決してそんなことをしない。決して。喧騒者の話では守護者の継承者は全ベロブルグの中から選定され、その過程は数年、長くて十数年にも及ぶと聞いた。選定の時期になると適齢に達した上層部と下層部の子供は全員テストを受ける。そして最終的に資格を有する一人の子供が選ばれるの。私もそうやって選ばれて地上に行ったんだと思う。孤児院の子供がよく連れて行かれるのは知ってたけど、まさか未来の大守護者がその中にいたなんて。ナタはそのことを知ってるの？ずっと私たちを騙してたわけじゃないわよね。知らないと思う。守護者の後継者を選定する作業は極秘で行われるものだから。その上、選ばれた子供は過去を切り捨てないといけない。私は選ばれ、カカリア様の娘になった。次期守護者であること以外に他に身分はない。まだまだ力不足であることは否めないけど、シルバーメインの兵士たちが毎日劣化で命を落としているのを知っていたのに、お母様の考えを変えさせる決心がつかなかった。下層部が苦しんでいることを知りながらも何もできていない。かつて暮らしていた地がこんなになるまで私は気づくことさえできなかった。結局私は何も守れなかったの。どうしてこんな私が選ばれたのかわからない。私はこんなにも無能なのに。あんたの話はそれで終わり？さっきから泣き言ばっかり。うるさいったらありゃしないわ。私は。何？お涙頂戴の自分語りをしたところで同情を得られると思った？あんたはバカみたいにでかいパレスにこもって考えを巡らせ、たとえ前線に行っても命を懸ける必要がないじゃない。でも下層部の人間はご飯もまともに食べられず、生きることにさえ精一杯なのよ。自分がかすかな光に過ぎなくとも他の人を照らす努力をすべきだってあんた言ったわよね。みんなを守りたいんでしょ？なら泣いてなんかいないで、他にもっとやるべきことがあるんじゃないの？
ゼーレの言う通り、泣き言を口にしても問題は解決しない。ありがとう。私が落ち込んでいる時、慰めてくれる人はいるけど、こうやって厳しい言葉を言ってくれたのはゼーレが初めて。ふん、慰めるなんてこと私にはできないわ。今みたいのでいいなら何度だってやってあげるけど。すぐに分かったわ。あんたは背負いすぎなのよ。なんでそこまで自分を追い詰めるわけ？ベロブルグの未来の守護者として、私は常に自分の行いと考えを見つめ直す必要があるから。はいはい、さすがお嬢様ね。未来の大守護者が私と同じ孤児院出身だなんて、とんだ腐れ縁だわ。私が案内するから孤児院を回ってみない？あんたと違って私はちゃんとしっかり覚えてるから。ええ、では少しの間だけ考え事は横に置いておきましょう。入る隙がなさそうだ。しばらく二人きりにさせてあげよう。最後は鎮痛剤、近くを探してみるか。よいしょっと。この声は。あった、ここだよ。ありがとうパーキンス。どういたしまして、クラーラ。警告警告、脅威となり得る存在の接近。クラーラを守る防衛モードオン。パーキンス、やめて。この人会ったことがある。悪い人じゃないですよね？了解、脅威対象から除外します。防衛モードオフ。ここは危険だから早く帰った方がいいですよ、お兄さん。クラーラも鎮痛剤を探しに来たんです。流浪者のキャンプで怪我人がたくさん出ています。採掘者の方々もですよね。皆さん仲良く過ごせたらいいのに。はい、この薬をどうぞ。役に立つといいのですが。スバローグはクラーラの家族です。小さい頃にクラーラを引き取り育ててくれて家族になりました。大工区でのことは本当にすみません。スバローグはクラーラ以外の人間を信用していないんです。特に自衛の皆さんを。コーフと流浪者の間で大規模な争いが勃発したと聞いて、鉱脈のために血を流すことを防ごうとしたんです。地縁の皆さんは人々を連れて下層部から離れようとしています。ですがスバローグは皆さんに残ってほしいんです。彼の計算によると地上はもう安全ではありません。スバローグは固執するたちなので、自分の責務は孫悟にあると。そのために人類を守る選択をしなければならないと彼は言っていました。地縁の皆さんがスバローグと話をしたいのは知っています。でも何回尋ねようとも彼の態度を変えることはできません。ですのでクラーラを信じてください。クラーラが説得してみせます。
いつかきっとクラーラの言葉になら耳を傾けて。クラーラ？どうしてここにいるの？あなたは遅延のゼーレお姉さん。ここに来た理由は？流浪者のために薬を探してる？あいつらやるわね。こんな小さな女の子に探させるなんて。いえ、そういうわけじゃなく、流浪者たちの生活はとても厳しいものなんです。その上、集落には診療所もないので、クラーラが力になりたいと思っただけで。それに皆さん悪い人ではありません。まともに生きようと頑張ってます。お姉さん、この薬もともとはナターシャさんのものなんですよね。少しだけ分けてもらえないでしょうか。流浪者たちもひどい怪我を負っているんです。分かったわ。じゃあここにある鎮痛剤を私たちで分けましょう。本当？ナターシャさんに聞かなくても大丈夫ですか？ナタのことなら心配いらないわ。きっと気にしないから。まあ私たちの仕事が倍になるけど、彼女ならきっと分かってくれるはずよ。本当によかった。ありがとうございます、ゼーレお姉さん。あとは帰るだけ。ここは危険だし、よければ送っていくけど。大丈夫です、パーキンスがついているので。それに他にも探したいものがあるんです。そう、それじゃあ気をつけて。抗反と包帯、医療用アルコール、鎮痛剤。よし、これで全部揃ったわね。さ、行きましょう。時間も予定通りだわ。ナターシャのところに戻るわよ。まだ早いし、どこか行こうか。ナタ、戻ったわ。さすがゼーレ、いつも時間通りね。どう、使えそうな物資は見つかったかしら。見せてちょうだい。後半包帯、鎮痛剤、医療用アルコール。素晴らしい、必要な物資が全てあるわ。ただ鎮痛剤の量が少ないわね。貯蔵室で何かあったの？クラーラに？そう、あの子がしようとしていることなら大体予想がつくわ。彼女、怪我をした流浪者を手当てしたいのね。クラーラはいつも優しいのよ。君たちは正しいことをしたわ。でもそうなると薬の投与量をちゃんと分配する必要があるわね。大丈夫、私も手伝うわ。平気よ、診療所は私に任せて。君たち3人はまだやることがあるでしょ。オレグと、それから他の二人も待ってるわ。大丈夫じゃないかしら。二人とも元気そうだったわよ。オレグさんはスバローグのことについて話し合いたいのよね。行かないと。ごめんナタ、怪我人のことは任せる。安心してちょうだい。
うまくいくのを祈っているわ。眠たくなったの？あなたは疲れてないの？一晩休んでないのに。私の最高記録は6徹よ。あんたももっと頑張りなさい。それぐらい。何も言わずにいなくなった回数の記録保持者がここにいるんだから。誇れることじゃないだろう。全員揃ったな。じゃあ本題に入ろう。以前お前たちが言っていた性格、それから上層部での出来事、この二人が全て最初から説明してくれた。前に係屋に会った時はただの勢いある小娘に過ぎなかったが、まさか守護者になった後ああなるとはな。遭遇したお前たちには同情する。安心しろ、遅延は裏切るようなことはしない。お前たちの計画は酔っ払った甲府のザレ言と大差ないが、少なくとも筋は通っている。下の奴らはもうとっくに他の選択肢を失った状態だ。ここまで来たらお前らにかけるさ。安心して、おじさん。うちらを信じるのが正解だって証明してみせるから。酔っ払った甲府のザレ言なんかじゃないこともだ。よし、じゃあ現実的な話をしよう。お前たちは性格の行方を知りたい。俺たち遅延は下層部の封鎖を解放したい。つまり俺たちの目標はスバローグだ。あのボスをどうにかしないと先のことは夢のまた夢だ。あいつはロボットよ。話が通じるとでも？スクラップにしてやるのが一番手っ取り早いわよ。ああ、どう転ぶかわからん。どちらにも対応できるようにすべきだろう。もちろん平和的に問題を解決するのが一番だが、状況が変われば武力行使に移る覚悟も必要だ。遅延はスバローグとの接触を何度も試みてきた。しかし毎回追い返されちまってな。奴は俺たちとの対話を全く望んじゃいない。それに俺たちの実力で奴らと衝突するのはリスクが高すぎる。スバローグのロボットは犠牲を恐れないが、俺は下層部の人の命を危険にさらしたくないからな。だが今は違う。お前たちが来たことでスバローグも外部からの変数が現れたことを認め、状況が変わってきている。どういう経緯でそうなるかは分からんが、もしかしたらお前らになら説得するチャンスが訪れるかもしれん。ああ、それが一番いいだろう。ちゃんと考えての結論か。まあスバローグの縄張りに行けば分かる。この地下で物事が順調に進むことなどないとな。どうだシルバーメインのお嬢さん、俺たちの中でスバローグと対立する理由がないのはお前だけだ。お前の考えを聞かせてくれないか。下層部もベロブログの一部だから、もしスバローグがここの住民を脅かす存在なら、あなたたちの味方をするのも当然。いい答えだ。さすが守護者の責務を引き継ぐ娘、いい覚悟をしている。よし、共同戦線を張れたのならこれ以上時間を浪費する必要もない。行け、
スバローグを探しに行くためのガイドを手配してある。遅延はずっとスバローグと対立してきた。共に行っても誤解を生むだけだろう。少し離れたところで待機し、万が一の際にはすぐ駆けつけるようにする。ゼーレ、もう一度外から来た友人たちと同行してくれるか。任せてちょうだいボス。